皆様ようこそおいでくださいました。ただいまより野外オペラマクベス決起集会バーナムの森 in 日立を開催いたします。今日が、いよいよ本番に向かっての全体での決起集会になりました。日立市民20万人おられますから、表に出る人、裏で頑張る人、そしてそれを聞く人、20万人でこの8月22日がですね、大きな渦が起こって一つの町づくりにつながっていけばいいな、音による町づくりが行っていけばいいなと思っております。文化による町づくり、オペラによる町づくり、22年前、実感がなかったことですけども、今しみじみと320名がタッチしているというこのオペラが、実は大きな起爆剤となって、日立の財産としてこれから将来もあることを願っております。ただ当日雨が降らないようにね、ただ皆さんもそれから一生懸命やってますが、怪我のないようにするまで。いろんな現場に私も行くんですけど、これほどなんていうか衣装合わせやってみて、もう舞台のなんかなんていうのかな、本番が楽しみだっていう現場は本当にないと思います。素晴らしいものを作って、で素晴らしいものを作るっていうことは、どん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 その幸せがみんなに広がって、ずっと歌い続けられることだということだと思っているので、私は本当に微力ながら、これからも日立すごいよって言い続けたいと思います。歌わせていただくっていう、その責任と楽しさっていうもの、気持ちもいっぱいなんですけど、皆さんでこう作り上げる舞台、一人一人の気持ちを大事にしながら一つの目標に向かっていくっていう、この姿勢がなんかみんなで息づけたらいいなっていうことを願っております。魔女として舞踊で出るので、魔女らしく踊りで表現できたらいいなと思っています。みんなが見えるところでやるイベントですので、みんなが見えるイベントとしてこれからも根付かせて いかせたいと思います。会場の新都市広場を最大限に生かした演出が注目だと思いますし、いつも見慣れたところもあると思うんですけれども、それがどのように変身して、元々 の例えば壁なんかもそうですけれども、そうした雰囲気が、11世紀のスコットランドに、変身するかというところも感じていただければと思います。市民の皆さんと一緒になって作り上げて、市民の皆さんに喜んでいただける公演ができればということで、スタッフ、出演及び、それでもってお客様の市民の皆さんが楽しんでいただける、また日立というものを、日立という町をですね、愛して誇りに持っていただける機会になればと思っています。